はいどうもこんにちは、枝広です。先日ですね、マクドナルドに行く動画っていうのを撮ったんですけど、今日もマクドナルドに行こうかなと思います。はい、というのは視聴者様からですね、これマクドナルドの無料券いただきまして、ね、ビッグスマイルバッグっていうですね、無料券いただいたんで、ちょっとこれでちょっとマクドナルドを無料で食べさせてもらおうかなというふうに思いましてですね。でまあただ行くだけではですね、ちょっとマクドナルドさんに申し訳ないんで、今日はちょっとモスバーガーで、モスバーガー5個とモスチーズバーガー5個、計10個買ってきたんで、マクドナルドの店員さんにモスバーガーをお布施したらどうなるかっていう、まあそんな動画をちょっと撮ってみようかなというふうに思います。はい、それでね、まあやっぱり施しをするっていうのが仏教のやっぱ大前提でありますんでね、まあ今日は施しをしていこうかなと思います。それでは行ってみましょう。イエーでは一応ね、正体がバレないようにということで、一応こうマスクとサングラスをして今日こんな感じでね、行ってみようかなと思います。いい香り、いい香り。あ、これモスチーズバーガー、これモスチーズバーガー。あ、モスバーガー、いい香り。あ、モスバーガー、今カービーのデザインなんですね。カービーのデザイン、おいしい。だいぶ髪の毛長くなってきて、なんかもうちょっとうざくなってきましたね。その、くせっ毛なんですよ。くせっ毛なんですよ。ですんでね、もうちょっとなんかもう、なんか鬱陶しくなってきましたね。もう坊主にしようかな。もう坊主にしようかな。もう嫌だな、これ。嫌になってきた。うちのお寺はですね、お寺の道挟んで向かい、まあ、もう一個向こうかがモスバーガーなんですよ。だから私の部屋からはもうモスバーガー丸見えなんですよね。部屋からね、モスバーガーのお客さん丸見えなんです。だからまあモスバーガーの方がこう近いんですよね、存在としては。ただやっぱりちょっと高級なんで、モスバーガーは。だから高級なモスバーガーはなかなか食べれないんで、今日は、まあ、やっぱりマクドナルドの皆さんに大変お世話になっているので、だからまあモスバーガーをちょっとお布施させていただいて、で皆さんにね、マッククルーの皆様に、お楽しみいただけたらなというふうに思ってるんですよね。癒しの力よ。マクドナルド着きましたよ、マクドナルド。よーし、マクドナルド着きましたよ。よいしょ。あ、結構並んでますね。ドライブスルー結構並んでますよ。いやー、忙しいのかな。ちょっと忙しそうですね。忙しいのに、ちょっとマッククルーの皆様に大丈夫かな。バーガー食べれるかな、まあ、仕事しながらね、パクッとこう食べてもらったらいいんですけどね。マクドナルドはね、なんか差し入れ禁止とかそういうルールがあったりしますかね、もしかして。お客様からの施しは一切受け取りません、お布施禁止ですみたいな、なんかそういう風なシステムがあるかな。今ね、ざっと台数数えたら8台車がここに見えるんですよ。でさらにこうカーブした先にもあると思うんで、10台以上ドライブスルーで並んでる感じですね。うん、ちょっとマクドナルドさんに申し訳ないですね。うん、やっぱりね、お布施することはいいことだと思うんですけど、
やっぱりもうちょっと暇な時に来いよみたいな、そういう風なことをちょっと思ってしまいましたね。はい、あ、はい、商品無料券ってやつを使いたいんですけど、はい、40番のビッグマック、はい、と42番のフィレオフィッシュ、43番のテリヤキマックバーガー、はい、45番の、ポテトの M サイズ、はい、で48番のマックシェイク、はい、以上で。シェイクの味はありますか？あ、そっか、シェイクの味はじゃあバニラで。あ、マスカットっていうのもできるんですか？あ、じゃあそのマスカットで、はい、新しいやつですね。マスカットでお願いします。はい、こちらの画面の間違いないですか？はい、間違いないです。はい、ありがとうございます。はい。お願いします。わかりました。はい。はい。じゃあこの件で。はい。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お待ちください。はい。じゃあ商品を受け取って、そして私はお布施するっていう形にしましょうかね。はい。商品を受け取ってからこれを渡すっていう格好にしたいと思います。はい、ちょっと忙しそうですね。はい、ありがとうございます。すいません、いつもお世話になってまして、これ差し入れですので、皆さんでお食べいただけたらと思います。あ、ありがとう。どうぞお召し上がりください。ありがとうございます。はい、モスバーガーですね。よかったらどうぞ。はい、お召し上がりください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、なんか喜んでもらいましたね。はい、喜んでもらいました。はい、はい、心よく受け取っていただきましたね。いや、ありがたいことでございます。やっぱりね、お布施するってのは気持ちがいいことですからね。よかったなと思います。癒しの力よ。はい、それでは無事帰ってまいりました。いや、受け取ってもらえてよかったですね。うん、なんかその受け取れませんとかね、そんな感じで言われると結構寂しいですけれどもね。もう嬉しいですみたいな、モスバーガーずっと待ってましたみたいな、私大好きなんです、あなたのこと愛してますってね、言わんばかりの目をしてましたよね。うん、だから良かったなというふうに思います。やっぱその仏教の基本っていうのはお布施ですんでね、やっぱその施しをするということですね。やっぱこう物であったり、こう教えであったり、場所であったり、さまざまなことをね、こう人に施すっていうのはすごく大切なことですんでね。まあやっぱお布施っていうのはやっぱ したら気持ちいいことですね。お布施っていうのはね、このすること自体が気持ちのいいことなんですよ。うん、ですんでね、まあお布施はぜひですね、たくさんしていただけたらなというふうに思います。じゃあ、まあこちら今日いただいたこのマックはですね、ちょっともう帰ってもうクーラーガンガンに効かして食べたいと思います。もう車内ね、もう暑すぎるんで、でここでちょっと食べれないんで、もう帰って食べたいと思います。でね、まあ皆さんもね、ぜひマクドナルド行っていただいて、マクドナルドにお布施してもらえたらなというふうに思います。では今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますように。じゃあね、バイ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 。マクドナルドは精進料理、マック
クドナルドは精進料理。